あとで3次方程式の解を求めるということが必要になってきます。2、えー、次方程式でしたら、えー、解の公式を使って解を求めるということが現実的ですけれども3、えー、次方程式の解の公式は虚、えー、数解なども含まれますから非常に複雑になるので、えー、ちょっと煩雑です。ですので、えーまあ、不可能ではないですけれども今回はニュートーン法というものを使って え関数の解を求めるということを勉強しておきましょう。まず、関数を書きます。これ、x 軸で y 軸。で、これに対して、ある関数があって、この関数が一つの解を持っているとしましょう。で、この関数は、fx というふうに表してみます。 この fx が x 軸と一つだけ間違っている場所がありますから、その交点の部分がこの関数の一つの解になるというふうに考えられるわけです。この部分を少し拡大して考えてみます。これが fx ですけれども、さっきとちょっと軸の場所がずれてますけれども、x 軸と y 軸があると。 でここに対して、えー、何でもいいんですけれども、一つ、x1 という値を、えー、想定してみることにします。この x1 という座標のところから、えーま、真上に線を引いたときに、fx と交わる点がありますね。ということは、これ fx ですから、ここでの、えー、y 軸の値は fx1 ということになるわけです。 で、ここで今度はこの fx1 を通るところでですね、fx に対して接線を引いてみます。で、この接線というのは、傾きが fx の微分、1回微分の形で表せるはずですから、この傾きは f'x1 というふうに表せるわけです。 でこれを延長して x 軸と交わった点この部分のことを x2 というふうに表すことにしますでここでちょっと考えてほしいんですがこの直角三角形を考えますでこの直角三角形は、えー、斜めの部分が傾きになっているわけですけれども この傾きの部分が一体どのように表せるかというと、この傾き f'x1 というのは、横幅が x1-x2。X で、縦の高さが fx1 ですから FX X、fx1 を x1-x2 で割ってやれば、これは傾きのことを表しているわけです。これは傾きのある意味定義ですよね。で、この形を変形する。 えーまあ、ただ、えーと分、分母を左側に持ってきて、えー、左辺を分母の方に持ってきただけですけれども、えー、こんな風な形になるとで。何がしたいかというと、これを最終的に x2 の形にしたいわけですね。つまり、x1 が分かれば、えー、x1 からえ関数 fx と f'x を求めることによって、x2 っていうのが自動的に求まるということが言いたいわけです。 で、今度 x2 が求まったならば何ができるかというと、今度 x2 から上に線をまた引っ張って、F、fx と交わったところ、この部分を考えてみると、ここは fx2 というふうになっているわけです。で、さっきと同じです。この fx2 を通るところの え接線を引いてみるわけですね。で、この接線の傾きは、えいくつになっているかというと、f'x2 という風になっていて、この交点がもうわかりますよね。x3 という風になるわけです。じゃあ、この x3 の値というのはどういう風になっているかというと、やっぱり同じ三角形を考えて、今度は、え傾きが えー、x3-x2-x3、えー、分の、えー、高さが fx2 というふうになっているわけです。で、これを同じように変形していけば、x2 が分かれば x3 が分かる。x3 が分かれば、今度は書いてないんですけど、x4。 x5, x6 というふうなことがずっと分かっていくわけですから、これを全化式の形で書いてやれば、xi が分かれば、xi プラス1というのが分かるので、これをずっとやっていくことができるということです。で、そうすると、最終的に、一つの丸の部分を解として求めることができるわけですから、 これ数回やるだけでかなり解の部分に近づくような強力な方法だというふうに言えるわけです。で今回はこの fx とか f'x っていう関数は非常に複雑な関数になるわけですけれども、Excel で書いてそれを繰り返して計算させる分には文句言いませんので、これどん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 やらせて解を求めてみるということをやってみようと思います。